皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーとやっていきましょう。まずはグレッチャさんからいただきました。絶対にクリアできないワールド公開しました。ぜひぜひということでね、 DM いただいたのでやっていきたいと思います。絶対にクリアできないというのは私にはありえません。一瞬でクリアしてみせます。読めない。ネズミネズミを踏む。多分ネズミ。これは、これはまさか上に行けない。あ、ここから行けそうじゃなかった？ヒュッて。ステッカー入ってみる。入るとどうなるか。チェケラッチョ。あ、ネズミが飛んだ瞬間に入ればよくない？まあ1の1だから多分すっごい簡単に作ったんだと思う。ここでいいかな。よし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 。お、何これ、チャレンジ。ここなんだろう、ボーナス。こんなんでできるの？嘘、初めて。やるやるやる、久しぶり。行くよ。とりあえず適当に。あ、これかよ。はい、えい、はい、いやあー、すっごい楽しめた。3アップしても意味ない。次10秒リンク。1画面コースですね。リンクがね、おいと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 おい、10秒しかないっちゅうのに。あ、ピー踏むんか。ばっかしったー、ばっかしったー。じゃあピー踏んでダッシュすればいい。はっ、キー。あ、じゃあ踏んだ瞬間上行くとか。待って、もう一回やってみる。ふぇー、あー、くそ。あ、わかったわかった、こうやって。んにゃんにゃ、あ、時間がないか。わかった、 P を左に運ぶよ、 P に。ほら、天才は考えた。こうよ、ね、よし、オッケー、できたできた、はいよいよ。またバカになってた。またバカになってしまった。前回に引き続き。はい、じゃあちょっと真面目にやるね。私は基本真面目だというとこをみんなに見せてあげる。おー、なかなか面白いね。だんだん難しくなってくる模様。めっちゃ最後に超やばいの来たら嫌だね。ちょっとだ、頭で考えなきゃいけない系っぽいね。キョイワ三兄弟。巨岩？キョイワ？キョイワさん。はい、キョイワさん。絶対隠しあるっしょ、どっかに。ほら。はにゃ。あ、これさ、乗れなく、あ、そっか、猫ちゃんで乗れるの。どうすんの、どうすんの、なんなん。やっべ、クリアタイム35秒でした。なんか起きるのかな。おい、動け、お前、動け。動かんのかい。おい、目が赤いぞ、充血しとるぞ、泣いたのか。あれ、なんかボコって音しない。あれ、なんか来た。こんぐらいか。こんぐらい、来た。待って、消えないで。はっ、にゃー、あー、動いた。これでまだ、これで平気。あー、びっくりした。おー、すごい仕掛けだね、これね。最終コースじゃない。ほら、お城へ行きます。これは、あ、チャレンジ、なんかアイテムゲット的な。でで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 、ちょ、歌ってると全然わかんない。あ、ちょ、わかんなくなっちゃう。ででででででで、ゴーアップゴーアップ。それでは最終コース行きましょう。黒花雨クハウ、クハウです。え？あ、はい、これ。これはね、わかった。多分ね、わかったよ。こうだよ。メットかなんかが落ちてくんじゃない？下げてみる？こうやって、避けゲー的な感じで、避けて、避けまくる。あ、待って、時間がない。およ。あれ、時間がないし、なんもなんない。
およよよよ。しかも避けるってほどでもない。ここにいれば全然大丈夫だし。じゃあこっち側にいなきゃダメか。はにゃ、なんか出た。何出た。パウ、パウっぽく見えた。なんかパウの色じゃなかった。パウ色、はにゃ、パウっぽかったように見えたけど、もう一回見てみるか。ほっ、ピーだ。よっしゃ、出ろ出ろ、早よ出ろ、早よ出ろ、おっせ、早くはぁ、出る、あ、出た出た出た、早く早く押したい。お、消えた消えた。時間は、あぉ怪人みたいな声が出てしまいましたが、おぉ、不可能なマップクリアしたんじゃない。面白いけど難しかったな。おぉ、倒したー。ピーチ、あれ、何これ、どっか飛ばされちゃう。まだあるワールド2がある。マジかよ、これはまた来週。一発マリオ、デカマリオジャンプ、カエルピョコピョコ、メピョコピョコ、カオリポカオ、カエルピョコピョコ、メピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、メピョコピョコ全然言えてねえやつ。これは、これはデカマリオのままゴールだ。しゃがむのか。カエルパカパカ、メパカパカ、合わせてパカパカ、ムカパカパカカエルになれってことか。あっ、惜しい、カエルにならんや。あ、来たー、来た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 。こんなんできるんだね。なんかできるって思わなくない？意味わかる意味わかるこの人、早口言葉流行ってんのかな。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。あ、これは言える。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。生麦、生米、生卵。全然言えない、どうしよう。今ずっと3時間ぐらいずっと誰とも喋ってなかったからかな。多分ずっと今録画してたテレビ見てたからや。あ、ん、これ何、え、これ超難くない。だってスピンしてペッペッペーンでしょ。しょ、あ、抜けた。もうさあ、相当早いコマンド入力じゃない。上上下下、右右左右、簡単やった、すごい早いコマンド入力できました。だがしかし、私は昇竜拳が出せません。なんか出ないんだよね。ただの大パンチ。嘆きの壁、パンピアノさんのことを書いたら任天堂に消された。パンピアノさんって任天堂さんの社長かはい、何よ何よ何よ、びっくりしたな。じゃんじゃんじゃぶーん、めめめ、任天堂さんの社長さんの名前って任天堂さんかな。おー、できた。よくさ、社長の名前ってさ、自分の会社名にするじゃん。ニトリさんだったらさ、ニトリさんなんだよ社長。知ってた。コナカさんもコナカさんなんだよ。知ってた。サントリーさんも鳥居さんなんだよ。知ってた知ってた、おばさん。埼玉さんの合作用12秒から5秒程度の部分ってこと？ふぅ、ひょー、ジャパー！むむむ。上乗ってないといけないね。音符捕まる？埼玉さん。おっ！よっ！んな！ダメだ。ほっ！起きたー！あばかー！んで？にゃ！これか、難しい。おっ！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 んで？はい！はい！はい！んで？何これ、これで、え、アタイマップか。よっしゃ！ピャッピャッピャッ！んで？ほっ！ほっ！ほっ！んで？こうして入る。あれ？鍵は？お？落としたね。ペロリンって。ヒップで壊しながら入るってか、はあ、なるほど。ちょっとなかなか難しいそうですね。よし、これで、ね、はい、はい、はい、ヒップで入る。オッケー。なんで、お、ゴールド。
までご視聴いただきどうもありがとうございました。